プロボクシング WBA、WBO 世界スーパーフライ級王座統一12回戦31日東京大田区総合体育館。WBO 世界スーパーフライ級王者井岡一翔33イコール姿勢が引き分けで日本初となる2階級での王座統一を逃した。WBA 世界同級王者ジョシュア・フランコ27イコール米国と2本の世界ベルトをかけて拳を交えたが引き分けた。判定は115フランコ113114の114対114でマジョリティドローとなった。12年の WBA、WBC 世界ミニマム級王座に続く王座統一はならなかったが、WBO 王座の6度目防衛に成功した。距離を取って戦う井岡に対してフランコは手数で前に出た。井岡は得意のジャブでペースを握りたかったが、フランコの前進がなかなか止まらない。中盤までは井岡の左ボディ中心の組み立てでスタミナを削り終盤戦に持ち込む作戦のように見えましたが、動きが鈍るどころか終盤ラウンドのほとんどはフランコのラッシュに押され防戦気味の劣勢でした。とにかく井岡は良くも悪くも有効打を優先するあまり手数が少なく、ジャッジの印象は良くなかったように思います。かたやフランコはあれだけの連打で最終ラウンドまで攻め続けた内容は立派。バンタム級から下げてきたフランコはパワーがありプレッシャーも強かった。非常に拮抗した試合となり 1-0 の判定で引き分けとなった。選手にとって勝敗がつかない引き分けはもどかしい気持ちも。井岡は試合後、期待に応えられず申し訳ありません、皆さん応援ありがとうございました、ドローでベルトは守ったので次につながると思います、来年もよろしくお願いします、圧倒的な差を見せられなかった。フランコは気持ちと技術が高い選手、強かったですと汗を拭った。井岡には悪いけど、手数のみならず有効打も相手の肩が上だったでしょう。終始初回の入りのようなボクシングでは、今日みたいな相手には勝てないよ。的確な有効打を打ってポイント勝ちするのは、井岡のスタイルだから批判はしないけど、あまりにも手数が少なすぎて印象が悪い。コロナ禍の移動制限緩和を受け、約3年ぶりに米国合宿を観光した。キューバ人トレーナーのイスマエル・サラス氏65のもと、ラスベガスの同志主催ジムで約2ヶ月間、スパーリング中心のキャンプに取り組んだ。フランコに似たスタイルの世界ランカーらと実戦トレをこなすとともに連日、同地の急勾配となる約400メートルの山道をダッシュ。現地では一軒家をレンタルし、管理栄養士の玉城光平氏に専属シェフを依頼してタンパク質が多めの日本食中心のメニューを摂取。ウエイト管理も徹底し、約8キロある減量も成功させた。調整までの手応えは十分あった。個人的にはフランコの勝ちかなと思いました。確かに井岡の有効打もありましたが、井岡もガードしきれずに被弾していました。圧倒的に手数で上回って最後まで攻勢をかけたフランコとドローというには、ほとんどパンチをもらわないくらいでないとおかしい気がします。これはアマチュアではなくプロの試合、しかも統一戦なんだから、フランコに軍配を上げるべき試合だったと思います。鋭く懐に入り的確にパンチを当て、すぐ距離を取りサイドに回る井岡のボクシングができなかった。セコンドも打った後にサイドと指示。フランコの圧力も強く1階級落としてきているので、ガードしていても体力を奪われるパンチだっただろう。
足が動かなくなり接近戦でボディ、カウンターを狙う作戦に変えたのかも。いつも通りに行かず、手数ではかなり上回られたが有効打では井岡の型だったと思う。フランコ選手は手数が多かったが、ガードされていて有効打は少なく、また攻めきれなかったという印象があった。内藤さんの解説が個人的には耳についたし、内藤さんの採点はないと思う。内山さんの解説の方が的確だったと思います。採点は内山さんの114-114ある程度妥当なジャッジだったと思う。ジャッジ3人のうち2人も同様だったので、内藤さんの採点は恥ずかしいのでやめてほしい。採点はジャッジがするものなので、素人の自分がどうこう言えませんが、音量をオフにして見ていましたが良くてドロー、2ポイントは井岡が負けていたように個人的には思います。あくまでも素人目に見た感想です。解説も感想めいたことを言わず、しっかり試合を分析してもらいたい。圧倒的な差を見せられなかったというより圧倒的な差を埋めきれなかったという方がしっくりくる内容でした。ホームタウンでも引き分けにするのがやっと。最悪の結果は回避しましたが、次戦は中谷との指名試合で力を証明する以外なくなりました。ただし WBO の意向次第ではフランコとの再戦というウルトラCもあるのではないかと個人的には思う。リスクのみの中谷戦よりは井岡サイドもそれを望むでしょうから。井岡 B 期の実況解説、番組構成を含めこういった形のボクシング中継はこれで最後だなと感じる内容でした。中谷戦が実現すれば本日以上に厳しい戦いになるでしょう。22年は日本勢の統一戦ラッシュだった。4月の村田亮太、帝拳、ゲンナジー・ゴロフキン、カザフスタン戦を皮切りに、12月の井上尚弥、大橋、ポール・バトラー、英国戦まで統一戦は4度も開催された。井岡は他選手が統一戦しているのは素晴らしい。盛り上がっているのも事実。今年最後の日に盛り上がる試合でベルトを統一したいと大取り、統一戦への自覚は十分だった。約4年前から対戦を熱望してきた WBC 世界同級王者フアン・フランシスコ・エストラーダ32イコールメキシコとの王座統一戦の可能性は残した。WBO からは同級1位で前 WBO 世界フライ級王者の中谷潤と MT との180日以内の指名試合を義務付けられた。2団体統一王者にはなれなかったものの、23年も井岡はファン注目のカードに臨むことになりそうだ。